こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんです。本日ちょっとご紹介してみたいのはこちらのシャンリンというブランドの、プレイヤーでございます。シャンリンの M5 を今日は開封していこうと思います。じゃあ開封します。M5 カラーはブラックです。すげえですね。ヘアライン仕上げ、黒のヘアライン仕上げになってますね。いい感じです。サイズ的にはまあ持った感じ iPhone より小さいですね。あと軽いっす、思った以上に軽いっす。背面がカーボンっぽい感じに、これカーボンなんですかね、見た目になってます。ここに、出力法がありますね。コアキシャルがついてるのかな、 LO コアキシャルって書いてるんで、これコアキシャル出せるのかも。これか、これコアキシャルを埋めてるんか。なるほどなるほどなるほど、デジタルアウトがついております。ちょっとそっとしておきます、戻しておきます。これあれです、これがそのまま日本橋店の展示機になるんで戻しますね。あとはここに、横のところにカードのスロットがついてますね。こっちですね、 SD カードのスロットになります。お、電源入りました。美麗なディスプレイ、おお、早いです、反応が早い。あ、でも中国語っすね。これどうやって日本語にするのかは、ちょっと待ってくださいよ。これどこで見るんだろう。でもすごい反応早いっすわ。タッチパネルじゃないんですね。あ、ランゲージあった。真ん中のボタンを押してみます。おーおーおー、くるくる。日本語、国旗がついてます。やった、めっちゃわかりやすい。っていうか、反応めっちゃ早いですね。おー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 、再生設定、EQ、ゲインのローハイがついてますね。左右バランスの設定がついてる。EQ はどんなことなくついてんねん。おお、EQ、プリセットがある程度入ってまして、あ、結構数が多いかもしれないですね。メタル、センチメンタル、ボーカル、ダンス、ポップ、ジャズ、クラシック、ロック、オフ。なんかこの EQ のかかり具合とかもちょっと注目したいところではありますね。マイソングス、あーなるほど、プレイリストが中で作れるような感じになってますね。フェイバリット、なんかお気に入りのやつだけ相当する機能があるという感じなんですね。なるほどなるほど。これ一回押すとなんかディスプレイオフみたいな感じになる感じですね。はい、中身が、まあ、プレイヤー本体がこれと充電ケーブル、保護フィルム、これ前用ってっぽいですね。で、デジタルケーブル、これなんでしょう。あ、俺これ見たことある、これあれですわ、SD カードをこっちに入れて USB でつなぐっていう、メモリーリーダー、カードリーダーの簡易的なものがついてます。ちょっと竹筒みたいで可愛いです。で、これは同じサイズの保護シートが2個あります。最初はついてないみたいですね。で、マニュアルが、英語と中文で、これがまあワランティーカードですね。保証書が、これも英語と中文になります。はい、こんなもんですね。あとちょっと中国語と英語で読めないですけど、こういったカードもついてます。まあシャンリンとはみたいな感じの内容だと思います。はい、内容物こんな感じです。じゃあ今日はこのシャンリンの M5 を開封してみました。店頭でですね、ぜひこちらの M5 手に取って、サウンドの方を聞いてみてください。音とかのレビューはまた後日になると思います。はい、はい、では本日は、シャンリンの M5 開封してみました。ありがとうございます。大阪日本橋店から浜ちゃんがご案内いたしました。ごきげんよう。